こんにちは、レイセンです。今日は5月5日火曜日になります。絶食751日目、フルータリアン実験会は11日目です。天気は晴れですね。今日も暑くなりそうです。現在時刻は午前10時半ってとこです。今日はあとフレッシュジュースと塩水だね。それでやっていきます。そしたら、絶食751日目始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。甘夏2個で 507g で、スイートスプリング、ちょっともうね、もうさすがに限界来てるんで早めに使っちゃおうと思います。今日中小合わせて8個。西いろは8個で 834g ですね。これ合計1341ってところです。そしたら作っていきます。400と400、まあ800っていうとこでしょう。そしたら飲んでいきます。2回目のフレッシュジュース作っていきます。甘夏これ1個で 324g で、スイートスプリング4個で 626g、 合わせて950ですね。そしたら作っていきます。550だね。そしたらこれ飲んでいきます。3回目作っていきます。甘夏、これ甘夏1個 340g、 340なんで割と大きいか、あ、いや、こんなもんか。でスイートスプリング3個で 328g ですね。合わせると668で、
1回目と2回目合わせて1350ミリできてるもんで、まあ、あの魂教えてくれた 1.75 リッターだとあと400なんだよね。あと400なんで、まあ、668だと400ぐらいになるんじゃないかなっていうところです。うん、おそらくね。したら作っていきます。やっぱあれだね、洗わなくていいっていうのはいいねこれ冷蔵庫に入れておくと洗わなくていいから楽だな。やっぱ1日1回が限度だな。1回ぐらいにしといてほしい。400ないなこれ。もう一個入れとくべきだったか。350かな。350だね。したら飲んできます。おはようございます。今午前7時12分ぐらいですね。今日はまあちょっと早いんでウイロウリなしで、でまあ即体重測定入っていこうと思います。ウエスト測っていきます。正面と側面、背中、68.5 ですね。血圧測っていきます。121-77です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は5時間半ほどとっています。午後1時半から2時半までの1時間と、翌日午前2時から6時半までの4時間半、合わせて5時間半ってところです。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度、午前10時ごろ計測で26度、湿度は 47% でした。飲んだもの、野菜ジュースは今日はゼロです。取ってません。豆乳も今日はゼロです。で、果物ジュースも今日はゼロです。で、果汁、午前10時半ごろ甘夏 507g とスイートスプリング 834g で、1341g できたのが 800ml。で、2回目午後5時45分ごろ甘夏 324g とスイートスプリング 626g で 950g ですね。できたのが 550ml。 3回目午後10時半、甘夏 340g とスイートスプリング 328g で 668g、 できたのが 350ml。 合計すると重量が 2959g で、量の方が 1700ml ですね。いいとこです。 1.75 リッター、このあたり狙うのが、まあ、魂教えてくれた量だもんで、まあ3キロだな。3キロで1700、このぐらいでやっていけたら一番いいかもしれないですね。で、水は1400になります。合計が3100ミリリットル。
水1400のため実質は1700ミリになります。なので今日は 1.7 リッター絶食です。うん、これ一番いいとこだね。一番いい量に来てます。で、塩ヌチマース 14g 取ってて、みかんの皮ペーストはなし、香辛料もなし、きな粉もなし、スープもなしってところです。尿回数8回出てて、濃さかなり薄め、あと完全無色と平均的な濃さの時がありました。平均的な濃さはついさっきだね。やっぱ寝起きちょっと濃いめのが出ますね。で、量は少し多い時と平均的な量の時があったってとこです。大便今日1回出てます。正午12時20分頃、色褐色でチューブとバナナ状で30センチプラス細バナナ状で40センチ、平均的な硬さで匂いはありってとこです。匂いは割と普通にあったね。まあ、食事を1日3食普通の食事とってる時に出る便の匂いほどきつくはないんだけど、なんだけど割とね、普通にちゃんと匂いがあったっていうのかな、そんな印象っていうのかな、そんな感じだったね。で、おなら時々ありで、匂いは少し、まあ匂いある、まあ少し匂うってとこですね。で、今日の計測時刻は午前7時20分頃、昨日とマイナス2時間と10分ほど早いですね。昨日に比べて2時間10分ほど早い、まあ、0.2 キロぐらい増えてることになります。体重 58.10 キロ、昨日に比べてマイナス 0.55 キロの減少です。で、昨日と同じ時間にまあ測ったとしたらマイナス 0.75 キロの減少ですね。だいぶ割と減ってんだよ今日は0.75 キロ減ってんだよ実質はね。でかいね。 BMI 18.3 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 12.7% でプラス 0.4% の増加だね。増加、昨日 12.3 なんで体脂肪率は増えてんだな。 0.4% の増加、体重減ってるけど体脂肪率は増えてるね。なんだろうこれ。血圧121-77、最高血圧プラス18、最低血圧変化なしですね。血圧は120-80近辺、一番いいところに戻ってきてますね、血圧は。で、脈拍59でマイナス9、ウエスト 68.5cm で変化なしです。で、今日の気づき、まあまず体重の減少、これはね、おそらくバイオリズムだな。こないだフレッシュジュースだけで体重増えてんだよな、2日前ね、5月3日、 1.4 リッター絶食で体重 0.3 キロ増加してるもんで。で、今日はフレッシュジュースだけで 1.7 リッターにもかかわらず 0.55 キロの減少ですね。ってことはフレッシュジュース飲んでも体重落ちるときは落ちるわけだそういうことだね。で、一つね、可能性があるのはね、水なんだけど、今使ってる水、まあ塩水に入れてる水だね。あれがね、割とちょっと緑色になってきてんだよね。だから、まあ、傷んできてるんだわ、水自体がね。だもんで、傷んでるっていうか、微生物が繁殖してきてるっていうのかな。水自体は腐らないらしいんだけど、水の中に繁殖してる微生物が、まあ、お腹を痛くさせたりするっていうのかな。そういうのがあるんだわ。で、ちょっと緑っぽくなってきてるもんで、あん中にちょっと微生物が割ともういっぱいいるっていうか、増えてきちゃってて。で、それがお腹、まあ、体だね、体には負担になってるっていうか、お腹がちょっと痛くなったら、それで、まあ、体には負担になるっていうかね。で、若干ね、やっぱちょっとね、飲むとね、お腹が少し軽くね、痛くなる感じがあるんだわ。ただまあ、全然余裕なんだけど、痛くなるって言ってもね、あ、このぐらいならもう余裕っていうか、前に絶食した後の復食で失敗した時の痛みに比べたら、もう雲泥の差っていうか、余裕すぎるぐらい余裕なんだけど。なんだけど、その痛みが出た後ね、少し眠くなるんだよ。眠くなるってことはやっぱ体には負担になってるってことなんだよね。もしかするとその体の負担、これが体重の減少、
に影響してる可能性があるってとこです。なんで水の質だよね。水の質がまあ体重ちょっと落としてる可能性がある。あとはバイオリズム、まあこのどっちかじゃないかなと思っています。多分何の問題なかったら体重増えていくと思うんだよね。フレッシュジュース取ってたらね、フレッシュジュースだけ取ってたらね。でまあ体脂肪率の増加はこれ果物ジュース、果物っていうかフレッシュジュースだね。フレッシュジュースでいいと思うけどな。で血圧が120に戻ったのはこれはヌチマース、今日 14g 取ってるもんで、やっぱ 10g 以上だな。 10g 以上取ると正常値、血圧は正常値に戻る。ヌチマースでかいね、やっぱでかいな。ヌチマースを必ず 10g 以上取るっていうね、ここだね、ここ。そうすると血圧は正常値に戻る。まあそんなところですね。やっぱね、フレッシュジュースだけでやるとね、微妙に飽きが来そうっていうかね、くどいっていうかね、そういう感じがあるな、やっぱり。だから毎日続けてったらすぐ飽き来そうな感じがあるんだわ。慣れるまで、ちょっと無理しない方がいいと思った。まあ、ゆっくりゆっくり慣らしていった方がいいと思った。無理して頑張ってね、頑張ってそれだけっていう形でがっつりやっちゃうと、た失敗するんだ、これ。間違いなく、秋が早いっていうか、まあくどさがある。まあ、あのくどさもね、スイートスプリングがかなり影響してる気がするんだよな。スイートスプリングの甘さってなんか普通のみかんの甘さとちょっと違うんだわ。なんか砂糖よりの甘さだもんで、だスイートスプリングやめたらちょっと変わるかもしれない、だいぶ変わるかもしれないんだけど、まあ、とりあえずまだちょっとあるもんで、明日かね、まあ明日かな、明日中にはスイートスプリングも吐けるかもしれないか、あるいはちょっと残るぐらいだね。まあ少なくとも明後日には完全にもう使い切れちゃうんだけど、スイートスプリングはね、そうするとまあ甘夏だけになるんだよな。でスーパーにあんまり見たことない、あんまりちょっと聞かない名前のみかんとかあったもんで、まあそういうのもちょっと買ってで試してみてもいいかなと思ってるところです。なのでスイートスプリング履けたらね、でまあそれも一通り試したら、あとはネットの方でちょっと探してみる、注文してみるってところです。まあ一応ある程度みかんがまあさばけたらちょっと塩水だけでやるっていうか、まあ、塩水の割合増やして、でみかんの割合減らしてみて、でちょっと進めてもいいかなと思うけどね、ちょっとその辺どうするかなと思う、まあ、やれる範囲でやっていくってところです。こんな感じですね。で明日、おそらく明日来ると思うんだけど、あのリクライニングチェア、新しいやつだね。今のやつがね、もうボロボロだもんで。で、なんかね、夜とかね、寝てる時とか、動画の編集作業やってる時とかね、なんか変な音が出るんだよ。今使ってるリクライニングチェア。もう、ちょっとやっぱり、もうそろそろ変えた方がいい、変え時かなっていうとこですね。変な断続的にね、変なブブ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 っていう感じでね、変な音がね断続的に出るんだわ。寝てる時だとね結構きついんだよね、あれ。っていうのもあるし、もう皮がボロボロになってきちゃってるもんで、で新しくまあリクライニングチェア、まあ、買ったもんで、あれが明日来るんじゃないかな。まあその辺の使い勝手とかもね、明日あたりまあ説明できるかもしれないってとこですね。あと水をね、もうさすがにちょっと汲みに行きたいんだけど、まあ、曇ってて雨降りそうなんだよね。で天気予報見るとまあ雨になってるもんで、ちょっと汲みには行けないかもしれないんだけど、もうちょっとはね、まあ腹痛になるっていうのも割と知れてるもんで、まあ別にあれはあれでいいんだけど、ただ体には負担になるもんで、できたら汲みに行きたいなってところです。ちょっとどうなるか分かんない。で水汲みに行くんだったら外出るもんで、ついでになんかちょっとね、桃ミックスとか買ってきたいなって気持ちになっちゃうし、まあとりあえず1日やれたもんで、まあまた桃ミックスぐらいちょっと買ってきてもいいかなとは思ってますけどね。無理しないようにね。
まあどうするか明日ちょっと考えようと思ってるところです。まあそれぐらいですね。こんな感じでちょっとまああのフレッシュジュースだけの日を設けて、でまたちょっと休む日っていうか設けて、違うもの飲む日設けてって言って、まああのフレッシュジュースだけだとやっぱ秋早いもんで、やっぱ結構くどいもんで、その辺バランス取りながら進めていこうと思っています。そのぐらいですね。うんです。そしたら、絶食751日目完了です。それではまた明日。あ、一応ね、あの参考までに今日はやっぱね蚊に刺されてない、うん、やっぱフレッシュジュースだけだと蚊に刺されないね、うん、そしたらまた明日。